さんこの武道館に向かって元気に走り出しました。そして、こちらからも元気が出る企画をお送りしたいと思います。はい、恒例ですね、ダーツの旅的インタビューです。パーソナリティの皆さんが日本の元気を探して全国に出かけてくれました。力みながる人々の笑顔をご覧いただきましょう。はい、堀北さんも行かれたんですね。はい、私は新潟県で日本の元気を探してきました。こちらの VTR をご覧ください。堀北真希が行く日本の元気を探すダーツの旅的全国1億人インタビュー。今回堀北が訪れるのは、ようこそ寺泊へって書いてあります。入りました、寺泊に。新潟県中部、日本海に面する寺泊町は2006年に近隣の市町村と合併し、現在は長岡市寺泊としてその名を残している。そんな長岡市寺泊で堀北真希が聞いた、あなたの力。海沿いの道を走っていると、軒先で作業する第一町人発見。こんにちは。こんにちは。何の作業してるんですか？これ、イーゴっていうのわからない。イーゴ？わからない。ダメだ。え、じゃあ教えて。イーゴっていうの、今そこから打ち上げられたの拾ってきたんだよね。あ、今、あ、残念だな。煮てあれば食べさせられるんだけどね。ありがとう。傾いてこんにゃく煮てにして。こんにゃく、こんにゃく知らないかな。こんにゃくは知ってる。おばあちゃんの力になっていることってありますか？そんなこと聞かれたってわからない。老いぼれでね、明日住むかもしれないの年なんだね。何歳なんですか？85。 85？ うん、もう元気いっぱいじゃない。いやー、ダメ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 。聞く方あっちの方行って聞いてくんなぜね。 あっちも聞くけど、おばあちゃんの話も聞きたいから。聞かせね。なー、教えてよ。こんにちは。24時間テレビのダーツの旅で来ました。どうしよう。それ何ですか？サザエ。サザエ、はい。おととい撮ったの、ちょっと親戚のうち持ってる。おー、そうなんですか。はい、ちょっと持ってみてもいいですか？あ、どうぞどうぞ。はい、あ、硬い。当たれた。が、わー、動いてる。動いてるの初めて見た。今年24時間テレビにテーマがありまして、力っていうテーマなんですよ。力の源になっていることとかありますか？子供たちの幸せのために一生懸命働いて、ささやかな結婚式でも頑張ってあげてあげたいな。あ、いいです、素敵ですね。ちなみに私誰か分かります？アナウンサーですか？ちょっとアナウンサーさんではないんです。テレビ局の方でしょ？もちろん違うんですか？テレビ局員でもないですね。はい、あの、女優をやってます。堀北真希と言います。いや名前言ったら見てました。あ、本当ですか？よかった、すいません、ありがとうございます。大女優さんに。びっくりよ。こんにちは。こんにちは。お母さん、何やってるんですか？あのね、ここら辺のね、三角字巻きやって。へー、私、一個やってみたいな。うん、いいよ。いい？うん。ということで、堀北真希、ちまき作りに挑戦。まずは、笹の葉をくるりと三角形に巻き、そこへもち米を適量放り込む。そして、その外側をもう一枚の笹で巻き、最後に笹がほどけないよう紐で縛れば、できた。堀北ち巻きの完成。どうですか、私の出来は？いいよ。いい？上手？うん。こんにちは。こんにちは。おばさんです。あのですね、お母さんの中で力の源だなっていうものありますか？笑顔。笑顔？おー、誰の笑顔ですか？自分の笑顔をみんなに分けてやる。また分けてもらえるでしょ。そうですよね。それを力にしていく。笑顔が一番ですね。うん、そう思ってる。うん、24時間もう毎年見てますけど。本当ですか？うん、寝ないで。本当ですか？あの、今更なんですけど、私も出てるので。かっこに。
こんにちは。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 あのタレントの堀北です。あ、そうです。じゃあ今そっち行きますから。あ、どうもお待たせしました。24時間テレビじゃない？そうです。意外と背が高いんですね。お家この辺なんですか？うちはそこです。へえ。はい。でそこが私の作業所で組木人形ってやってるんです。へえ。はい。え、ちょっと見せてもらったりできますか？そんなもうめちゃめちゃになってますんで今。え、組木人形ってどういうものか私知らないんですけど。あは。あ、そうですか。こんにちは。マキさん、堀北マキさん。こんにちは。あら、どうも。どうも。すいません、いきなり。あ、これバラバラになるんですよ。かわいい。組木人形を趣味で作る佐藤さんの力の源とは。そうね、孫の成長がやっぱり楽しみなのかな。おひな様とかね、そういうのを節に作ってるんですよ。そういうので力の源になれれば、生きがいになれればと、そういうことかな。まさかマキさんがこんなに楽しいなんて思ってもいなかった。すいません、拍手してくれて。ありがとうございます。俺は汚い手だから。いやいいですよ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、いい匂いがします。はい、いらっしゃいませ。おー、すごい。いかがですか？おすすめなんですか？その脂乗ってておいしいのが、夏場のがサバになりますね。これでもどうやって食べるんですか？サバください。サバいきます。はい、はい、ありがとうございます。おおでかい。へえ、これこうやって食べるの。さあ、いらっしゃいませ。いただきます。いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。おいしい。脂乗ってるでしょ。脂乗ってる。こんな風にサバ食べたの初めて。の旅のロケなんですよ。第一村人でしょうか。本当一番にお父さんに会いたい。ありがとうございます。なんかお父さんの中で、はい、これが自分の力の源だなっていうものありますか？うん、私どもやっぱりお客さんいての商売ですんで、うん、お客さんの顔を見るとあ、これが力になるな。あとお客さんがあの美味しかったよとかね、うん、言っていただけるとなおさら力になりますね。そうですか。はい、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。そこからすぐ歩いてきてオーラが違うんですよね。またまた。もう私一気に不安になりました。いや、私もお父さんのファンになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、最高ですね。いいですね。堀北さん、寺泊り最高ですね。いや、寺泊り町の皆さん本当元気いっぱいで、私たくさん笑顔もらいましたね。いや、すごい。最後のおっちゃんよう喋ってましたもんね。やりました。なかなかあんな形でサバを食すことはないですからね。美味しそうでした。さあ、日本の元気を探す旅には、はい、他にも関ジャニ∞の錦戸さん、それから横山さんをはじめまして、宮川さん、そして井本さん、はい、羽鳥さんも出かけてくれてるんですね。そうなんですね。その模様の後ほど続々お送りしますのでお楽しみにください。はい。